王様はスポットライトを浴びる運命にある人ですと。王様おめでとう、はいはい、ぜひスポットライトを浴びましょう。あなたの欲求はそれを求めているんです、うん、王様、うん、王様っていうのは、スポットライトを浴びる運命にあります、うん、良きにつけ悪しきにつけ気がつくとみんなの注目を浴びてしまいますと、うん、この運命の導きによって王様は目立ちたがりでノリだけのお祭り好きと思われることもあります、うん、が実際は勝負で負けても、うん、惜しいねって慰められさえすれば、うん、心休まり、うん、他人に対していつも温かい気持ちで接する、うん、人懐っこい人です、うん、と言われています、うん、王様の幸せ。王様の人が、うん、例えば大学教授を目指す時も、うん、注意が必要ですと。まだ助教授だというのにテレビなんかに出演すると、うん、それだけで睨まれますと、うん、そうですね、うん、要は偉くない時に、うん、その上の人を差し置いて、うん、目立つ目立つ、はい、目立ちに行く目立ちに行く、うん、あちなみにこの本がですね2001年の本なので、うん、まあ、かれこれ22年前の本、うん、との情報と思ってもらって、うんうん、例えばエジプト発掘で有名な Y 教授、うん、いましたね、吉村教授ですねこれ、うんうんうん、はまだ助教授時代に先輩の教授からテレビに出まくっているやつなど、うん、俺の目の黒いうちは教授にさせない、うん、と昇進に反対され続けたそうですと、うんうん、まあ学者っていうか、まあ日本がそうなんでしょうね、うん、というのは多分根回しですよ。まあよく堀江もさんも言いますよね、うんうん、T シャツで、うんうん、行ったからうん、球団が持てなかった、うんうんうん、その点うまくやったので楽天っていう うん、球団があるみたいな、うんうんうん、学者というのは本来そういうすぐ目立つような派手なことをするべきではないという偏見が未だにアカデミズムの世界では強いと、うん、だからといって派手な行動を慎み学問に没頭しようとしても王様タイプのあなたは不幸になるだけです、うんうん、だって目立ちたいんだもん、うんうん、発見したら言いたいんだもん、うん、発見したって、うん、僕が発見したよって、うん、やりたいんだもん、うん、王様の運命は、うん、そちらの方向に向かっていないと、うん、それよりも流行っている学派に鞍替えしたり、うん、はったりの効いた論文を書いて、うん、学会の発表で、うん、いかに派手に目立つかを考えた方が、うん、王様の運命としては合ってる、うん、そっちの方が幸せになれる、うんうん、人生を生かすこともできる、うん、まずじゃあ王様について考えよう、うん、王様はいつも軍人に対して向けられます、うん、つい情に流されて不利な取引を承諾してしまったり自分、うん、相手な不快な顔を見たくないばっかりに、うん、できない約束をして後で困ったりする自分、うんうん、こういう自分にとって成功している軍人は憧れですと、うんうん、なんであんな風に正面から堂々と自信を持って他人と交渉できるんだろうか、うんうん、他人の顔色ばっかり気にしてしまう自分が嫌だ、うんうん、と考えてしまうが、これは運命に逆らった努力、うんうん、王様には軍人の何が何でも上昇したいっていう欲求がない、うんうん、少しうまく立ち回って人から早く出世しても他人の嫉妬や陰口でしょげてしまうのが王様なんですと、うんうんうん、あんなに強くなれたら、うん、みんなから注目され、うん、頼りにされるに違いない、うん、と考えている王様が、うん、常に勝ちたいと思っている軍人に勝てるわけがないと、うん、それよりも根本的な欲求、うん、人から注目される、うん、好かれる、うんうんうん、好きになってもらう、うん、っていう運命に沿った努力をする方が、うん、あなたが求めるのはそこですよね、うんうん、勝ちたいじゃなくて、うんうん、好かれる、うんうん、羨ましい